い、ではバスケットボールを使ったピラティスを紹介していきます。まずはマットの上に寝たら骨盤を自分の方に傾ける、ヒューお腹をへこます感じでこっちに骨盤を傾けてから足を上げる、90度に上げていきます。その後にゆっくりと体を持ち上げていく。そう、手は肩の高さでふわっと上げる。そしたらここにボールを挟みます。膝と膝の間に挟むことによってこの内転筋という太ももの内側の筋肉が鍛えられる。でちょっと足でギュッと押さえてここをずっとキープ、15秒キープします。し、その時お腹が出ないように5、へこます、6、7、8、9、10、そう、ここギュッと押すことによって内転筋がより鍛えられる。1、2、3、4、5でゆっくりと背骨を1本ずつマットに下ろして最後に頭が鳴るように下ろす。そうで、ボールを取ってゆっくりと足を下ろします。はい、ということで足とお腹が鍛えられるというピラティスでした。はい、よいしょ。はい、ビートライングです。つい最近3月にフルマラソンに挑戦をして、そちらに完走したりとか、今まで移籍したりして雑誌の表紙ここで飾りたいとかいう目標を毎回自分の中で掲げて、それを毎回クリアして、ずっと常に17歳からこの仕事を始めてずっと自分に挑戦し続けてるので、それは一生続けていきたいなと思うので、トライし続ける努力は絶対裏切らないと思うので、ビートライングを選びました。はい、私はですね、小学校の時と、中学3年間バスケ部に入ってバスケをずっとやっていました。そしてですね、高校も一応バスケを披露して受かるっていう高校に行って、でもその後にバスケを続けずギャルをやりました。バスケはすごい大好きだったんですけど、ちょっと3年間中学校でバスケを頑張りすぎたので、そこでちょっとギャルにシフトチェンジしてしまいました。バスケをやってた3年間があったからこそ今ちゃんとした常識のある自分がいるのかなって思うので、本当にやってよかったなって思います。私は渋谷がすごい大好きということで、サンロッカーズ渋谷の伊藤隆選手が気になります。まずですね、ポジション的に自分がガードをずっとやっていたので、そのガードの選手にやっぱ目がいっちゃうのと、あと1990年生まれ2月14日で私と同い年、私1月2日生まれなんですけど、そう、年も近いということで、やっぱ年近い方には大活躍してほしいなという思いで、はい、選んでみました。秋に開幕する B リーグ、私も実際に本当に見てみたいなと思うんですけど、本当にその会場に行くからこそなんかもらえる元気とか感動とか臨場感がすごいと思うので、ぜひみんなにも足を運んでいただきたいですし、ファッションの中でもそのバスケのなんか要素を取り入れた感じとか、今日みたいなこう短いスカートに合わせたりとか、そうちょっと女の子っぽい格好にそういう男の子っぽいのをプラスした、そういう感じのファッションが流行ってるので、そういうのを着ながらそういう会場に行ってちょっと見て楽しむとか、そういういろんな楽しみ方もあると思うので、一人でも多くの方に見ていただきたいと思います。